ドン・フアン・マテオスは1632年から1633年頃に制作されたディエゴ・ベラスケスの油彩のカンバス画であるドレスデンにあるアルテマイスター絵画館に所蔵されているこの作品はディエゴ・ベラスケスに一般的に帰属されており1632年または1633年の制作とされるモデナのチェザレ・イニャッツをチェザレ・イニャッツをブ モデナの資産の中で、ベラスコ氏の肖像、手が荒くスケッチされていると言及されている。1746年に、ルーベンスの作品として、ポーランドのアウグスト3世に売却され、そのコレクションから、アルテマイスター絵画館に入ったが、しばらくの間、キツヤーノの作品とみなされていた。腰のもで切断された肖像は、金色のハイライトと白い襟付きの黒い服を身に、 つけている。輪郭を描かれただけの手は、右手をピストルの柄に置き、左手を剣に置いている。人物は赤灰色の背景に浮かび上がっているが、背景は人物の前ではより明るくなっている。強く照らされ、わずかに横を向いた頭は、鋭い視線で干渉者を見ている。廊下の兆候として、鼻と首のシワなどが見て取れる。モデルはフェリッペ四世の機種であり。 主な射撃手である、フアン・マテオスであると信じられている。美術史家、カール・ユスティは、ベラスケスの当作品を、狩猟の起源と尊厳の表紙にある、ペドロ・ペレーテによる、同伴画の作家であり、狩猟者の小さな肖像画と比較した。ジョナサン・ブラウンは、マテオスの死後、その肖像画を、マドリード駐在モデナ公爵の大使イッポリーと、カミロ・グイー・ディが マドリードの裁判所を訪れた後の1641年から1643年にかけて取得した可能性があると提言している。公爵は報酬として使用していた自分の合金通貨の絶え間、ない切り下げに対する措置として美術作品を購入する目的でこの肖像画を注文したのかもしれない。マテオスが亡くなった時に残された物品目録には実際に 少数の宗教画と共に2点の肖像画が含まれていたが、それらは、等身大の作として言及された肖像画であった。画家の名前は示されることなく、両作品はわずか100レアルと見積もられた。ソラと、ページ338、モラン・サンチェズ・ケベド、ナンバー56、ロペス・レイ、2014、ページ356、ドン・ファン・マタヨズ。 シュタートリッシュカンスゾンランゲンドレスデン。2020年8月17日、閲覧。ガイジャ号、ページ166、ジャスティー、カールケアネ役。ディエゴベラスケス・ウント・ザイニアーフンダート、ディエゴベラスケスヒズ・タイムズ。ロンドン、エイチ・グレバル・ CEO、ピアニッシモ、224ホルティシモ、https。 アーカイブ、ORG、ディテールズ、ディエゴベラザケザレ,レイレイキングオーページ、N248、モード、ニアップ、ハットブラウン、ピアニッシモ、144-145、バリオモイア1998、ありがとうございます。